早すぎ早すぎ。ラーテちゃん。OK かな？はい。はい。OK な。ラテマルちゃんの死体をエレキの8番ぐらいで、その瞬間に勝ちから出てくるのをすれ違ってる。勝ちから出てくるラテマルさんとすれ違って8番だっけ？うん。え？めちゃくちゃ直近ってこと？そう、めっちゃ直近。あ、すれ違った瞬間死んだってこと？誰だっけ今メインの除染からエレキに向かった人がいる。誰だろう。アーカイブ脇が若丸、ピンクさん、白さん。はい、最後にね、レオンちゃんも来てる。僕は空いてるよね。俺もいるよ。レオンちゃん最後には空いてるよ。あれ、一緒にやったのタカさんだっけ？予選は一緒にやってない。僕は、写真を入れて配置になってる。この後はアーカイブ脇？この後はエンジンルームの、上の方まで行けてる。そうなんだ。あれ、タカさんだったかな。まあいいや。ラテマルさんもいたよ。あ、それがラテマルさんか。ラテポと、赤黄緑で、メイン分けで女性室に3人で入ってる最初。あ、それだ。オッケーオッケー。シェリフ白です。白です。あ、じゃあシェリフの方がないわ。シェリフさんは死なないようにしてもろて。なんかやっちゃった。よっか、序盤だよ。これにキルに関して隠しろが打てるわ、一人。お、あのレオンちゃん、ローズは隠しろ打てる。一緒にアーカイブにいるんだ。隠しろ、隠ではない。そうです。隠だよ、隠。生まれてから終わるまでいるんで。あ、ずっと一緒にいるんだ。一応メインから、あ、じゃないや、アーカイブからシャワーを打ったの白だけです。ずっと一緒だよ。あ、若丸からいいですか。昇降機右に若丸最後中いるんですけど、誰か停電勝ち合ってますね。うん、勝ち合ったら勝ったいる。なので直近だったらその人も白。あ、はい、僕が天文デッキで勝ち合っちゃいました。ゴリラくんね。ちゃんとえ、ゴリラさんどこから勝ち合って勝ち合ってるところ言って、ゴリラくん。勝ち合ったところは、真ん中と一番右で、俺が間違って左から2番目下げちゃって、もともとついてるのが左から2番目と右から2番目。合ってます、合ってます。あの点も入ってます。あとくんさんと生まれてから一緒なんで無理です。真ん中さんの女性室からどう動いてんの。馬猫は除染から、除染室出るぐらいのタイミングで停電になって、メインのゴミ箱が最初です。まだ喋ってない人もいるぞ。はい、まだ喋ってないです。はい、うん、バナナも今昇降機のショーが下にいます。ん、つまりヌーに乗ってます。ああ、そういうこと。ヌー他出てないと思う。左から右ってこと。左から右。ちなまーちゃんは茶色はメイン脇で、今ミーティングのボタンのとこなんですけど、昇降機右だけ多分扉が開いてます。メイン脇だったんだ。はい。ミルちゃんは、あ、ミルちゃんは、キッチンターンは切っていましたよ。いや、なんで？あと武器庫さ。ゴリラ、あ、今からお願いします。あ、停電直してるのでマットをしてみておきます。はいはいはい。で、1回目白直しちゃいました。ありがとうございます。
これやれるのってさ、赤みとライムぐらいじゃないのかな。あ、ライムだけ。ロアちゃんって誰か死にある？ないけど、ムーン情報出してるよ。そっか。で、チネマンさんの昇降機の扉見てくれた人。でも昇降機右はバトカマル開けてるんで、今回確かに開いてます。あ、じゃあ開いてる情報合ってるんだ。じゃあ下が閉まってるのを今回見ててくれれば。下、昇降機の下、あ、昇降機が宿舎な。レオさん見てる？下、あの、閉まってます今回。あ、あ、じゃあ OK、うん、そしたら、コーナーは絶対できないから、赤ライム短黄色を打たできるのが。これダコーンさんからは私見えてない？おそわきで。あ、おそわきで見えてなくて、もうそのまま展望突っ走ってる。その時にかなりおそわきってことか。結構おそわきっす。うん、私はゴミ箱引っこ抜いてから武器庫の四丁拳銃をしまって停電になっちゃったから怖いからずっとそこ待機。うん、人間でなってるのに武器庫にいて待機？うん、待機。なるほど。うん、武器庫の四丁刑事のところで停電になっちゃったから怖いから待機。んー、でも赤と黄緑が一番そこに近くにいて、でエレキ下に降りてく人を見てるって言うんだったら、その人が硬いと思うけど、ちょっとマネさんが来たのはラテマルさん。そう、ラテマルさんで会ったと思う。でも本当に直近でしょ。3、4秒前ぐらいから降りてくの見たのが、え、あ、じゃあ対抗だわ。うん、違うかな、ごめん、ちょっと待って、全然これライムキーノで対抗だから、ここで行くか。ちょっと馬猫メイン脇で除染やりました、除染終わりましたぐらいで確か停電になっちゃ、暗室前ぐらいで停電になって、その時にメインから下に降りてく人を見てる。で、ゴミ箱引っこ抜いてた一緒だから、ちょっと体感時間のズレはあるかもしれんけど、降りてったのは停電ぐらい。ペルちゃんメインから行ったの？あ、ペルちゃんから。あ、じゃあペルちゃんだわ。オッケー、はい。結構ラッキーやってから戻って発見だから3秒前じゃやっぱおかしいな。1、2、3、4、5秒ぐらい、5、6秒はあったもんだっけ。ペルちゃん停電になったのどこですか？覚えてない。ペルさんめっちゃいい性格してんの。戻ってきてから行って。ナイボさん、私が戻ってきます。ナイボ、ナイボ。まず、なんか死ぬ予感したんで押しときました。なんか次ぐらいで死体になりそうな予感したんで。なんか嫌な予感がしたんで押しときました。とりあえず、なんか話すことありゃ買ってくだし。結局死体発見したのが誰でしたっけ？アペルちゃん。アペルちゃんさん。78。5のどこか。はい、78のとか8って押してます。8でピルが押した通報ボタンを。あ、なるほどね。あ、じゃあ8見ましたよ。なかった。あ、なかった。うん、なかった。うん、だからその周辺もないよね。うんうん、7は見えてない。7から8に行ったんじゃなかった。あ、うん、ち
番か、アスタリスクから行ったのか。そう、アスタリスクから98って言ったところの途中で発見、通報。じゃあ7か5だね。うん、構造がちょっと行ってないから分かんないけど、上しか見てないけど7、8、9と8、5でつながってる。あー、オッケーオッケー。7が、7じゃない7っぽいな。7っぽいけど、おちゃんも結構楽しんでるけど、ペルちゃんは、あの最初の行動もう一回言ってほしい。メイン脇除染やって、その除染からゴミ箱移動するまでの間で停電が発生して最終ゴミ箱。うん、まあ、除染室に序盤置いていってるのはって赤黄緑丸んで、除染室に入って、赤と丸が写真入れるタスクで、マネコさんは多分ねシャワー浴びてたと思う。うん、タカさんは最初どこなんでしたっけ。エンジン食べ通路。あーなるほど。全然誰もボタン押しにいかんやんと思って走ってる。アイコンにあげるまでじゃないからな、わかんないな。絶対ここにあげてたけどさっき3秒前は対抗だよ。てかね、それね、降りてく人って関係ないかと思うんだよな。降りてく人がいるとしたら、多分それインポスターしかありえなくて、そしたらどこかでペルちゃんの証言を生徒した場合ってインポスターしかありえないよね。だってペルちゃんはアスタリスクから出る だってこう見て、で8番に行ったら通報大きかったから、そう降りてくる人っていうのはインポスター以外ペルちゃんの中ではあるよね。ってなると見てるのはミルちゃんとタカさんしかいないから、うん、さっきのペルの 4人挙げたのはそういう意味。うん、まあ大きいなので、なんで2票入ってるんだ僕に。入れた。この流れで僕なのか。手で治りました。ラウンジ抜けてアーカイブに入ったところで、アーカイブのテーブルの下に死体で、上にミルクティーさんです。ああ、なんか誰か来た。左右昇降機からドアが帰ってきます。どうですか。はい、そんなところまで来てるの、アンディさん。すいません、私がアンディさんを5秒前にアーカイブで見てるんですよ。で、多分昇降機右の方から兄さんが出てきて、で下の方に行く感じを見せてって、私はホームタスクやってたんで、右側から馬猫さんがなんかちらっと私の方を見に来て、で、何これ通報だって、馬猫さんが死体殺して上見たら私がいたから、やっべえと思って多分通報したんだと思ってます。いや、ロアさんして多分下に寝てましたよね、すでに寝てました。でついでに馬猫さんががっつりまっすぐ右から来てたので、チラッて見て戻ってレポートっていう感じではなかった。ロアちゃんはどっから馬猫さんを見て、それを出してる示し人情
証拠を右でダウンロードで停電になります、開けます、その後に勝ちをやり、アーカイブに戻ってきます、で戻ってきて、レポートボタンが光ります、で死体が見えますと同時に、右側からまっすぐ来るマネコさんが見えるから、だからマネコさん一回絶対に上に上がってきてる。あ、上には行きました。上に行こうとしたら死体が見えたんで、あの通報に行きました。うんうん、私は馬猫さんだけ見えてる。私はロアさんは見えてない。うん、俺も見えてない。そう。うん、じゃ馬猫は証拠機のダウンロードに向かってました。で、停電直したのは赤で展望で直してます。全部下がってて、1、5、3、4、2の順番で上げて。いやー。ペルちゃんと一緒にアーカイブでダウンロードしてて、で、うんうんうん、そうそう、で本タスク始めたら停電になったけど、まあ私疑い値だから殺されへんやろと思って本タスクずっとして、で停電が治った後にアンディさんが左から下に行く動きが見えて、で本タスク上にしまってる時にマネコさんが上の方に来てチラッと見てどっか消えたなと思ったら通報だったんで、まあ、私的にはマネコさんが太鼓になっちゃうかな。マネコさんとメイクティさんとドアスさん以外に誰かいるんですか、ね、ペルちゃんは右に抜けたのかな。あ、ピルのミーティングの端をまで来てる。なかなか俺にももちゃんの死体ない。相手もいない。ゴリラ君も多分ね、ゴリラ君は左側だと思ってる。なんかエンジンかなんかでキッチンとか武器庫側の扉開けて、確かにエンジン側に来るゴリラボールを見てるんですよ、一番。私も初手も含め黄緑さんで、ロッカンバラから最後エレキいた方誰でしたっけ。ピンクです。おい黒見てる。おい、私から釣られんだ。まあ頑張ってください。大丈夫かな。初手多分喋って大丈夫だよ。はい、昇降機左直してます。死体が赤丸の足元にいます。で発見が馬猫さん。いや、ボタンです。あ、ボタンか。あ、オッケーオッケー。なるほどね。ものの3、4秒の間に死体が。馬猫さん目線だ。見てて、昇降機3、ミーティング1って多分エンジンか武器庫あたりにつついてる。で、ちょっとごめん、考えてみる。馬猫さん目線。昇降機は直した人と死体ですね。茶色どう見えてます？バナナです。バナナ右、左若丸さん。はい。はいます、昇降機に。馬猫さん目線、茶色どう見えてます？どこ行ったんやろなって感じですね。ああ、リアクター鳴るまではミーティングに茶色と一緒にいて、で奥のタスクやってる間に茶色がどっか行ってます。うん、一応茶色は最後ミーティングのはしご上にいます。いや、止めたまない、ね、何回かちょっと、あ、まあ1階、2階、上り下りは。あ、で、多分ね、武器庫かエンジンが左についてるのは多分レオンさんだと思う。キッチン分けで一緒だった。一緒でした。ブーさんは？私、エレキでぼっち。
わ、うん、それは 見落としてるわ、わかんない。でもおかげでね、あれだった、終わったわ、あれが、ガチャコンが。画面的に多分でも若森さんって左側どのぐらい前から直してます？わ、もうほんとエンジン縮したから入って 4,5 秒で直してます。もうそんなレベル。開いて 3,4 秒ぐらいで直して、閉じたら死体が転がってる。だから千玉さんがはしご上にいながら、もうその人しかできないんじゃないかなって。渡辺さん視点ってボタン押してるマネコさんってできます？いや、ないです、ないです。さすがにそんな時間はない。でもさっきのちょっ と、バナナ黄緑のラインが一番怖いかなとは思ってるんですけど、バナナ黄緑のライン、うん、バナナ黄緑のライン、ミルクティーさんからなぜ釣られたのかなと思って。単純にミルクティーさん、まあ、バナナ黄緑のラインを追うよりは、バナナ黄緑の証言からタンが最も怪しいと思って赤を入れてます。それがラインじゃな、うん、ラインだったらもう終わりだと思うんですけど、マットとインポスター、まあライン、それを言われたらそうなんだけど、うん、だから僕はちょっと5票入ってる時点で、インポスターとマットがいたとしても2票はクリアできるんですか？ただ今回馬の戸さんがキル無理なんで、ロアさんって無理なんですか今回？はい、右手直してなかったです。直してる人間がいないから。直してから弁当でも無理っすか？そう、うん、岡丸さん視点それがどうなのかって。弁当をね、あるのかな、あると思い、弁当あると思います。おい、マネコさんの1票とスキップ3票わかんねえぞ。釣りだってもさすがに、いや、マネコさんじゃないんかい、マット。